に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。こんな時に。電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。停止してみろ。何か。動きだったぞ。なんだ？
強くなってるのがわかる。おい、新しい技教えてやろうか。今の状態なら覚えられるはずだぜ。汚れが悪さしてやがったのか。いい感じじゃねえか。その部屋だ。取ってみろ。リンコが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットは壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うるせえ。冥界の交流はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。
リンコのやつ好き勝手言いやがって。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけでその辺に転がってることもある。汚れた物品か。調べる価値はあるな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。このバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだな。自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。食べ。慌てずに。なんだこりゃ。あ、なんだ。それでいい。もっと救うぞ。
よし、あたりを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。様になってきたじゃねえか。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。不気味な月だな。高いな。よく登ったよ。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか。ガソリンもありそうだね。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ回り道しても最後はあの男のところに行くだけだからな。Thank you.
おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ？リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。やってみる。全部片付ける。どうだ？荒手が来やがったぞ。よし、また増えたか。よし、よくやった。その調子だ。どんどん射抜け。今ので最後か。よかった、 KK のところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。壊れてるから困ってるんじゃないか。あれはスーパーカークラスの部品を使ってるから普通の車じゃダメなんだ。スクランブル交差点の地下で車の展示会をやっている。 KK なら知っていると思ったんだけどね。俺なら知っている。
とりあえず行ってみるか。なんだかもったいぶった言い方だったね。どうせ俺たちが困っているのを楽しんでるんだろう。 KK が困ってるところは確かに面白そうだ。もういいよお兄ちゃん、逃げて。逃げるわけないだろう。絶対に助ける。たくさんの人が。楽しみのところ悪いが、うん、止めよう。ちょっとヒヤヒヤしたな。わかった。
の穴。スピリチュアル？何言ってるんだ。ほら、守護霊の声だ。とってもスピリチュアルね。これは守護霊ではないんだけどね。私は呪術系ビデオブロガーのウラリ・オソレザイだよ。知ってるでしょ。知らないけど、名前が不気味すぎるね。ねえ、あなたたちにお願いがあるの。私の部屋がとってもスピリチュアルになってしまったのよ。ちょっとスピリチュアルすぎるから何とかしてきてくれない。スピリチュアルすぎる。なんだか嫌な予感がするな。嫌な予感しかしねえよ。解決してきてくれたら成仏してあげるわよ。ああ、それならやる価値があるかも。ちょっと私の部屋やりすぎちゃごろなのがいるじゃねえか。様だね。すでに何かの毛。何のつもりだこれは。アロマキャンドルだったりして。キャンドルのあるお風呂憧れる。ろうそくなら墓場にもあるからそっち行ってろ。人形なんて飾ってるんだ。こんな不気味な部屋で配信していたんだ。どうかしてるな最近ね。ベランダから視線を感じる。誰かいるのかな。呪いの人形を自作しているのか。あいつの言い方だと呪いとは思ってないだろうな。こんな巨大な藁人形初めて見た。もはやカカシだな。カラスが逃げるぞ。霊視してみるか。何かいるかもしれん。水回りはきれいにしておくと運気が上がるらしいけど。綺麗とか汚いとかの問題じゃねえぞこれ。あ、すっごく安らぐ。抱き枕にしちゃってるよ。
リチュアルなクローゼットだね。変なものを呼び寄せてそうだな。我はクローゼットを守りし守り神なるぞ。払えば衣服に虫が湧くぞって言ってるけど、ただの悪霊だ。払っちまえ。寄せちまってるじゃねえか。これで全部払ったみたいだな。スピリチュアルすぎて悪霊が住みついちゃったみたいだね。部屋の問題は全部解決したよ。ありがとう、助かったわ。どうしようかと思ってたの。なんであんな奇妙な部屋になっちまったんだよ。スピリチュアルな要素を足し算していけば。いや、全部引き算だったよ、あれ。おい、問題は解決したんだ。そろそろ成仏してくれよ。そうね、じゃあまたね。ありがとう。またねって帰ってくるつもりなのかな。それじゃ悪霊と変わんねえぞ。このバスからビルに飛び移れそうだぜ。マジか。見えちゃいけねえものが見えちまってるな。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか？覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたい奴はいるか？俺は田舎のじいさんに会いて、一緒にカッパを探したんだよ。父さんと母さんかな。
なんだよ。悪い、汚れだらけだ。エドの言う通りなら冥界の交流もありそうだな。あいつらまでいるのか。手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。どうしても渡してくれないみたいだぜ。
し、長居は無用だ。とっとと帰るぜ。調子のいいやつだな。汚れが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。お前妹と二人で暮らしてたのか。そうだよ。そうか、それなら絶対あの子を救わないとな。
このまま見過ごすわけにはいかないね。そりゃそうだ。追い打ちのチャンスだぜ。もしかして増えてる？ああ、バレた。悪いニュースだから黙っておこうと思ったんだけどな。今だ。あとはレイを助けてあげるだけだね。
妙なものがあるな。頭には入れておく。敵が他の箱に向かい始めたぞ。こっちに来いよ。うまくやれたかも。ああ、悪くねえ。他にもいる。探さなきゃ。そうだ、もっと俺をうまく使え。なんか俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。KK なら分かるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。
そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。物質も肉体も。KKの家族の話、初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないからな。じゃあいつか聞かせてよ。僕も話す。まあ、いつかな。行けそうだ。アキト、少しの間、俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？なんだよ。ま、準備不足は命取りだからな。
戦力を整える。か。お前正気かよ。少しだけ二人の時間をくれない？なんだよ突然。調べてほしい場所があるの。戦いには関係ないことかもしれないけど。余計な時間はないぜ。そうね。で、場所はどこなんだよ。いいのか。俺は断りたいが、秋田が断らないだろうな。 KK の言う通りですよ。場所を教えてください。そう言ってもらえるとありがたい。女の子がいる。あれは。え？消えた？この紙面を追ってみるか。
何かに迷っているみたいだ。逃がすな、どこかにいるぞ。少し様子を見よう。おでん、おでん、おでん、66円均一セール。熱いと。あとは外に送るだけだ。このボイスレコーダー、エドのものだ。どうしてこんなところに。それにさっきの女の子、リンコに聞けばわかる。戻って報告だ。
物資は補充できたな。見つかった？あったのはボイスレコーダーだけでした。そうか。エリカを見たぞ。すぐに消えちまったけどな。あの場所は何だ？あそこはエリカが初めて猫を拾ってきたところだ。だからいざという時の集合場所にしていたのよ。戦いの最中、あの子がどこで何をしていたのか知りたかったの。俺もエリカとははぐれてそれきりだ。いいのよ、時間を無駄にさせた。ごめんなさい。また何かあれば言ってください。ありがとう。その言葉に甘えさせてもらうわ。お楽しみのところ悪いが、止めよう。あとはレイを助けてあげるだけだね。調べてほしい場所がある。エリカのことか？ああ、そこも何かあった時には向かうように決めていた場所よ。エドとは合流できなかったけど、あの子が行った可能性はある。わかりました、調べてみます。頼むわ。場所は429の屋上よ。
から通せ。ああ次やるね。落ちた。違う、どこかへ向かうようだ。見失うな。無理なら守りを固めろ。ここから狙えそう。
イスレコーダーだ。エドは来ていたのか。拾っとけよ。今回も収穫はこれだけか。凛子さんに報告はしておこう。俺にも何か買ってくれたか。その様子だとあまりいい報告ではなさそうだな。エドと合流した様子はなかった。そうか、直接父親のところに向かったのかもな。あの子は父親のことで責任を感じていた。とても強い思いだったから、私はそれが危険だと思った。だからあの子を戦わせなかったのよ。父親の元に向かったってのは合ってるかもな。けど理由は違うかもしれないぜ。どういう意味？お前だってエリカの全てを知っているわけじゃないだろう。他にエリカが行きそうな場所がないか考えてみろ。俺だってエリカのことは気になるんだ。ああ、そうするよ。いたぞ、かまいたちだ。あいつはこっちを気にしていない。動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。奴の動きが止まったぞ。大事に使えよ。
いい感じじゃねえか。お前正気かよ。リンコからかもしれないな。あれからいろいろ考えたんだが、やはり思いつかなかったわ。あの子は父親と対決しに行った。そして死んだのよ。それしか考えられない。だからもう調べることはない。手伝ってくれてありがとう。助かったわ。そうか、満足したならそれでいいんじゃないか。ただな、俺は俺で調べたいことがあるんだ。それにも付き合えよ。経験アキト、案内するからそこに行ってくれ。コンビニ。いい買い物できたか。まあね。なかなか愛くるしいな。
まだ気づかれてない。このまま続けるぞ。楽しくなってきてる。そんなわけないよ。あいつも焦ってそうだ。なんだ？あの子の思念がある。あいつはここで自分も戦いたいって言ってきたんだよ。手際だ。Thank you.
連続 KO だな。まあね。俺があいつに戦い方を教えた場所だよ。伝えたいことがあるみたいだな。この場所、あの子の記憶なのかな。わからん。調べてみよう。何かある？エリカのものか。リンコに聞いてみるか。報告しに行こうぜ。これって…俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。何か分かったことがあるか。猫のキーホルダーを見つけたよ。覚えがあるか。私が渡したものよ。エーテルに反応するデバイスになってるわ。どこでなくしたか分からないって言ったから少し喧嘩したのよ。どこにあったの？あいつは俺に相談してきたんだ。戦いたいってな。だから戦える場所に連れて行ったことがある。そこにあったよ。知らない間に落としたんだろ。私が反対していたから黙っていたんだな。あいつは言っていたよ。みんなのために戦いたいってな。父親のことは関係ない。俺たちを助けたいから戦いたいってな。私はそれを理解してやれなかったのか。バカだな。悔いが残るよ。リンコ、リンコ。誰の声？エリコ。リンコは何も間違ってないから、ありがとう。私のことを守ってくれて。エリカ、私こそありがとう。
誤解が解けたってことかな。あいつらは仲が良かった。それはずっと変わってねえよ。してるじゃねえか。ゲームズ。アセンボー。